皆さんお茶リットです、今回ですね毎週やらせますこちらの作品早々のフリーレンの感想動画撮っていきたいと思います。ということで今回ですね作品新年放送になりました第8話テレビ放送で第5話ですね、なんと早くもタイトル回収会ということで今回サブタイトル早々のフリーレンというこうねもうめちゃくちゃ期待値高まってました。極限までハードル上がっていったの。しかもですねあのボッチザロックっていうアニメが昨年の秋ですねやってたんですけど、そちらも8話タイトル回収からもうめちゃくちゃ神キャラ超話題になったんですけども、それと同じ監督斉藤監督がこの早々のフリーレンもやられてるということで、同じ8話またあの伝説会が来るのかというところでもうねさらにこうね注目を集めてた中でぶっちゃけどうだったのかというところですね。その正直すぎる感想、一切忖度ない感想をいつもらっしゃいましたコメントはありで話していきたいと思います。ということで皆さんどうでしたか。僕自身はですね、まあ、早々のフリーレンに関しては原作勢ということで、まあ、3点もね最新話まで追わせていただいているという中で、まあ、今回ねタイトル回収会もちろん楽しみにしていたわけで、まあ、前回からね始まった新章断頭台の油編というところでまたフリーレンの雰囲気がねガンと変わってくるところでもあるんで注目したんですけども、まあ、正直なことを言うとですね僕自身放送前もこんだけハードルが上がってる中で原作での身としてはさすがに期待値高まりすぎなんじゃないかっていう思いもあったんですよ。話的にはやっぱ中盤なんですね、まだこの断頭台の油編というところで、でもやっぱタイトル回収やっぱあるわけで、それをどんな風にねボザロの監督斉藤監督が見せてくれるのかとか、もちろん原作力も含めてですね、まあ、正直どうだったのかというところですね話していきたいと思うんですけれども、まずですねネタバレなしの感想結論としましては正直ですねめちゃくちゃ良かった、想像をさらに超えてきました。ボッチザロックの斉藤監督、早々のフリーレンの斉藤監督が最高やはい、すいません、なんかうまく言えませんけども興奮してでうまく言えなかったんですけれども、斉藤監督が天才だというのも分かりましたし、まあ、改めて原作力ですよね、圧巻のこのセリフ選びとかもうそこもねもうしびれにしびれまして、まあ、もう完璧なタイトル回収会だったんじゃないかなというこれもう大絶賛鳴らしてございます。おめでとうございます。よかったわ、マジで。こうなんかハードルが上がりまくってるかいってね、僕不安なんですよ、やっぱり。まあ正直やっぱ不安もあって、そんなのでボタロのね、タイトル回収会も見ました、みんな追い出しました。僕もさっきもう一回見返したけどさ、だからこれからもたくさんミスね、ボッチャンのロック、ボッチザロックを、微笑む虹か姫、ニコって言ってくね、ボッチャンが、はい、なりやまなくて、もうあのね、天の伝説的タイトル回収会をやっぱ昨年見て、もう超盛り上がったわけですね。もう伝説会と。いう中で、もう最終回の8話が盛り上がったという中でですね、まあその、早々のフリーに関しては連続2クール、全28話ある中の8話っていうところで、まだまだ話的には正直3分の1ぐらいという中でね、どんなものを見せてくれるんだろうっていう期待と、やっぱその、あまりにやっぱアニメ勢からしたらやっぱね、もうタイトル回収会で絶対気合入ってるに決まっとるやろうっていうところで、やっぱものすごく期待値も高まったのか、感じてたんですけれども、やっぱもう僕は今感想を見た感じだともうみんなやばい面白すぎるっていうのと、しかもやっぱこれまでやっぱ早々のフリーでねあんまハマれねえやところおもろいのかって言ってた人もおもろいやんけってなってる人かなり多くてですね、最高やったじゃないですか。まあ、前回7話から、ね、結構雰囲気がこうガラッと変わってきたこともあって、あフリーでおもろいなって人と、まあ逆にうるとやってた人もねちょっとこうシリアスな部分も入ってきたのでいたかもしれないんですけど、今回すごかったね。だしで このショーの今回の8話のすごいところってまだやっぱ中盤なんですよ。もう次回とか楽しみすぎるよねっていうところで、もうセリフとやっぱこの原作のそもそものセリフとやっぱ演出がねもう神だわ。斉藤さんあんたに任すときは日本のアニメあんたりや。もうそんぐらい思いましたね。いやー、見事にこの上がりまくってたハードルね、もう僕らの嫌なもう感覚ですよ、ハードルが上がりまくるって、それをバーンと超えてきたっていうのは本当に素晴らしかったし、でやっぱ話的にはまだまだね正直あうらへんで、別に最後の今回ラストで終わったわけじゃなくて中盤なんで、そういう意味ではこっからの期待値も高すぎるっていうところ、ぜひね、早々のフリーレン、これを機に、またやっぱこれまでほんとハマれなかった人がハマれるって可能性が7話前回でしたし、今回さらにやっぱハマったっていう人がやっぱ多かったんで、ぜひね、見てない人は見ていただけたらと思いますし、ほんと今フリーレンね、やっぱ新作の中で、まあ、薬屋も始まりましたけど、ものすごいやっぱ人気がある中で、こう、さらにね、こう人気出てくるだろうなとも思ったし、やっぱすげえ作品だなっていうのを、改めて思わせていただいた。そんなね、タイトル回収会になってたんじゃないかなと思いましたね。いやー、素晴らしかった。はい。というところでね。まあちょっとここからはもうネタバレありで話したいところもね、今回は満載なので、ネタバレありでね、いろいろと8話どうだったのかと、あのセリフはどうなのかとかね、まあ、いろいろと話していきたいと思うんですけれども、本当凄まじい回を見せてくれたし、本当もう、
タイトル回収会というところでね、本当にもうそこの期待に合うものをね、いやそれを超えるようなものを持ってきてくれたなと、本当にね、まあソードフリーデンもやばいぐらい人気でですね、まあ明日も多分原作売り上げやばいみたいな動画出すと思うんですけれども、本当多方面でですね、もうヒットをかましまくってるというところで、今後多分これを機にさらにね、多分人気になっていくと思うんで、ここからも連続に来るまだまだね、あの話でたくさんありますから、まあ、非常に楽しみですけどもね、まあ、やっぱタイトル回収でね、そういうことなのかみたいなところもあってですね、まあアニメーターの人ももちろん面白かったと思う。僕も原作これ読んだ時すごい痺れたんですけども、なんかもう、アニメで見たらもう、うわーってもう歓声上げてましたね。この時ラストは圧巻でしたね。うん、っていうところで、はい、めちゃくちゃ面白かったなと。神回だったなと思いました。はい、というところで、ネタバレなしの感想を以上しまして、ここからネタバレの感想入っていきたいと思います。ネタバレにご注意ください。というところで、ネタバレの感想としてはですね、ネタバレご注意くださいね。まあ、今回8話のネタバレありで話していくっていうところで、まあ、やっぱまず注目すべきはやっぱラストっていうところ。早々のフリーレンってそういうことなんてなったんじゃないかな。まあ、前回ね、フリーレンなんかアウラより強いとみたいなことをね、あのドラートっていうこの配下の子に言い出すもんですから、これマスカの俺杖系なのかみたいな声もあった中でね、まあ、ドラートをもう瞬殺していくともうかっこよかったなって怖かったですね、ちょっとね。うえって。結構フリーレンってね、まあ、使用者なく命が消えていくっていう作品ですから、まあ、そういう意味ではね、多分かなり、あそこで、まあ、もう前回も多分前回で結構フリーレン多分こういう作品なんだなっていうのは分かった人いたと思うんですけど、結構良かったよね、マジで。マジかみたいなさ、たとえ敵とはいえやっぱ殺された作品も結構ある中で、もう容赦なくね、もうっていうところもあった中で、今回、まあ、最後のね、うん、まあフェルンちゃんの姿が、まあゾルトラークっていうね、その一般魔法がなんかおかしいぞと、なんか魔族を殺す魔法になってる、明らかになんか手が加えられてるなという中で、そのフェルンちゃんね、姿がね、誰かに重なると、うん、これ誰だとね、いうふうにね、まあ、リュグナーが言うわけです。まあ、悪いやつですよね、あいつもね、うん、っていう中で、そうかとね、思い出したぞという中でのあのセリフ、もうやばかったね、マジで。もうフェルンちゃんの姿が重なって、あ、フリーレンだったのかと思い出したけど、これ、そうか、思い出した。フリーレンだ。人類のゾルトラークの研究、解析に大きく貢献し、歴史上で、最も多くの魔族を葬り去った魔法使い、早々のフリーレン。タイトルバーン、私の嫌いな天才だ。クー天才だ監督が天才でした。はい、というところでね、もう全てが良かったわ。もう全てが良かった。このセリフも、もう早々フリーレンって仲間をたくさんこれまで見送ってきたから早々じゃないのかと、この魔族をね、歴史上で最も多く葬り去ってきたから早々のフリーレンなのかっていうと、フリーレン様のとんでもない強さが見えてくると同時にですね、あのもう威厳がね、もうたらげまったミミックに食われてしまうフリーレンの面影はどこにもなかった。フリーレンを見せながらタイトル回収をしていく早々のフリーレン、そして私の嫌いな天才のドリグラが言ってくる。神演出やんけ。あれもうね、僕あれもう5回ぐらい見ましたけど、すでにこの最後ね、何回見てもうわーってずっと同じ毎回ほんまこれすごかったな。もちろんね、そこまでもね、めちゃくちゃ面白くて、シュタルクもね、本当におもろしちゃいながらもね、あれ本当におもろしてるでしょ、まあ、あれ隠してたんですよね、あシュタルクはね、うんっていう、なんかね、フェルンちゃんがちょっと言って、参加じらないですとか言って、またあの辺なんか何も面白いなら、本当にも震えまくってる中でですね、伯爵ですよね。彼を助けに行くっていうところで、うん、グラナド教ですね。うん、まあ、彼も鍵を握っていると、まあ、結果が貼られてて、まあ、その、リュグナーたちは入れたけど、現状はね、他の魔族は入れないになっているという結果が解いてくれて、リュグナーが、グラナド教をね、利用しようとしてくるわけなんですけれども、まあ、その中で捕まってしまう中で、まあ、シュタルクがね、助けに入っていくっていうところで、まあ、彼のね、やっぱ震えながらね、やっぱ勇敢さに痺れる中で、うまく時間をね、まあ、うまく時間というか、まあ、シュタルクがね、気を引いたことで、まあ、フェルンちゃんもね、またこうすごいなんか魔力操作みたいなところでですね、まあ、気配を消して、というところで、攻撃をリュグナに叩き込んでいくっていうところで、あの辺の流れがね、めちゃくちゃ痺れましたね。うん、まあ、リーニエのところもね、まあそこもまたこう戦いが始まりそうだったんですけど、まあ、今回は一旦ね、まあ、グラナト教のね、怪我もひどいから引くというところで、まあ、フリーレンはね、断頭台のアウラを倒すかというところになってきたわけなんですけども、いやー、
しびれだね。うん、ここでさ、もちろんフリーレンと、まあ、あのフェルンちゃんとシュタルク3人であそこで戦ってももちろん面白かったんですけど、やっぱあくまで今回ねボスってやっぱアウラなわけですよ。アウラの配下のリュグナーたちなわけなんで、その中でこう二手に分かれて行動するっていうところで、よりねフェルンとシュタルクのやっぱかっこよさとか魅力も見えてきたし、まあ、フリーレンのね、まあ、強さとかね、そこなんかヤバさみたいなのも見えてきたし、うん、っていう中で、まあ、最後のタイトル回収会早々のフリーの意味が分かっていくと、ね、魔族にそんな認知のされ方していかにヤバいかということですね。あの勇者一行のパーティーにいたエルフかじゃないんですよ、ね、あの魔族を最も葬り去った魔王使いかって、フリーレンかってね、早々のフリーレン二つ名がついてるってこのヤバさ、しびれた。あのバトルシーンもすごかったし、はい、もう面白すぎたっすね今回は。うん、まあなんかしっかりこう、まあ結構基本的にはね、まあかなり緩い描写っていうのは、まあ極限まで排除されていて、まあ、かなりね、まあ、シリアスな、まああのグラント教のところもね、本当にあれドラントどこ行ったんだっていうところね、あ、まああの配下が一人いないぞっていうところで、まああれ消えてしまうっていうのがまたうまいねギミックというか、うん、ミミックじゃないですよ、ギミックになっていて、あのまあまだね英雄を殺したのフリーレンだと極限になってしまうっていうのもね、あれだから逃げていくって話としてもね、うまくできながらですね、うん、やっていったというところで、うん、まあやっぱ嫌いだからね、もう魔族倒すのも嫌いだから、もう強いやつ戦うのも嫌いだから、魔族倒すのは嫌いじゃないのか強いやつ戦うのもね、まあ、フリーレンもね、まあ、もうここまで散々描写されてきた通り、やっぱ結構めんどくされがねみたいなとこもありますけど、その中でもうだからすぐ倒しに行くかみたいなところね、なったわけで、ね、まあいつもういち早くね気合を察知するところもさすがなわけですけれども、まあ断頭台のアウラということで9はねサブってなってますけど、もう楽しみでしかないわけね。でこの後もめちゃくちゃ面白いですよね。うん、っていうところでやっぱそこは期待しかないし、ちょっとまああの最後のやっぱセリフがね、もともとね、やっぱこう魔族を殺す魔法みたいなさ、あのゾルトラークのあそこのセリフも僕もともとすごいね、やっぱ好きなんですよ。うん、なんかもうちょっと普通の魔法じゃなくなってるみたいな、なんかフリーレンのやっぱヤバさとか凄さを感じるところと、やっぱフェルンちゃんがそれをなんかしっかり受け継いで、なんか立ち振る舞いっていうかね、そこもなんか似てるようになんかフリーになってきているっていうのがまたなんかこうすごい痺れるし、なんかある種の師弟関係みたいなのがあのシーンだけ、あの飛んでるところね、あれだけで見えてくるっていうのがまたいいなと思いながら、うん。いやー、あのタイトル回収、うん、リュグナー覚えとかんとあかんぞって何忘れとるんやって なる瞬間であるんですけどそんなにめちゃくちゃ前やないやろみたいなね、うん、まあ、まあ、フリーレンからしたらね、あのもう一流前じゃないかも、まあ、魔族からしたらどうなんだまあ、もう小崎がね、もともと寿命が我々と違いますから、もうちょっと時空がちょっと難しいんですけど、時間軸がね、うん、でも今回もリュグナーが忘れてるのは大失態なんですけど冷静に考えたらねっていうところありますけどね。見事だったね。本当にもうどうなるかなと思って、ちょっとあまりにちょっとハードルが本当上がりすぎてんじゃないかと僕思ってたんですけど、あんまり今回中盤じゃないですけど、別にアウラを倒したわけでもないしさ、リグナーを倒したわけでもないんですよ。でグラノギが本当殺される寸前を託すけど、そういうわけでもないんですよね。うん、っていう中でのタイトル回収会って、正直やっぱね難しさはあったと思うんですよ。難しさがあった中で、やっぱまあもう本当この原作のパワーともう監督の力がもう完全に噛み合わさった瞬間だなっていうところで、やっぱなかなかね、うん、やっぱ原作を超えれないとかさ、あのアニメ難しいなっていうのをよく言う中で、もうほんと 120% にその魅力を引き出していく、うん、むしろ超えていくのかみたいな見せ方っていうのがすごいなって思ったし、やっぱタイトル回収会ってええなって、まあ、タイトル回収会って基本的に人気でですね、まあ、どのタイトル回収会も大体なんかさ、あの X とかでさトレンドに入ったりとかね、まあ、話題になったりっていうのはするし、アニメだったら結構最後とかにね、まあ、あれはタイトル回収っていうか、まあ、あの最後にタイトルつけてくるって多いですけれども、うん、やっぱタイトル回収会ってのはね、どれもやっぱすごい痺れますよね。タイトルってこういう意味だったのかっていうのは分かると同時にやっぱ基本的にすごい熱いシーンが多いんで、でなんかやっぱボザロのね8話だったらやっぱ伝説のやっぱライブがあったわけですよね。あのライブ泣いたな、もうあのライブ泣いて泣いてって、そもそもやっぱねこのボッツ・ザ・ロックの8話っていうのはそもそもが神回だった流れのタイトル回収だったので、やっぱよりね神回だったし、そこから特殊エンディングの入り方とかも神だったわけ、まあ、特殊エンディングというか、まあ、エンディングのね入り方も神だったわけなんですけれども、今回はそのエンディングはまあね通常エンディングだったわけなんですけれども、そこのタイトルに回収入ってからの私の嫌いな天才だっていう、なんかその入れるまでそのフリーレンの風格も共にですね、フェルンと重なる姿もそうだけど、うん、実に見事で、まあやっぱこの会話劇ってこのセリフのなんか選び、言葉選びみたいなのもやっぱね、まあこれはもちろん原作力なわけなんですけど、圧倒的にうまいなっていうのを
思いまして、まあ、もうすごいもん見たね、本当にもう神回でしたね。もうそのボザロの神回と同レベルかって言うとまた難しいところがあってね、正直ボザロの神回なら僕は泣いたっす。うん、でも、比較する回じゃなくて、まあフリーレイって俺別に決め回じゃないですよね。その中でもこんだけの感動と圧巻タイトル回収と、そしてフリーレイのやっぱよりなんか新たな一面というかね、ああすごいこのなんか魔族に対してシビアなとことか、本当になんか戦いの中でさ、やっぱこう極限の戦いをしてるわけですよね。うん、っていう見せ方もそうだし、フリーレイの強さもやっぱね、まあ改めて見えてきたっていうところで、はい。やっぱ普段さ、なんかちょっとなんか抜けてる主人公がさ、こうまあ、ガチでやる瞬間ってやっぱかっこいいなと思うよね。これ、そしびれるなみたいな。うん。でもあってもシュタルクもそうなんですよね。っていうところで、やっぱなんかそのギャップみたいなのもね、この早々のフリーレイはうまくね出してくるなっていうのは。思ってるんですけど、待って、ミークに食われてんだね、主人公何回もっていう、なんかドジな一面もありながらですね、うん、やっぱこの圧倒的な強さっていうのがやっぱすごいかっこよかったし、もちろんね、こっからも、うん、ただただね、俺強い系じゃ全くないです、そのフリーレンに関して。そこはね、フリーレン強すぎてつまんないんじゃないのと思ってる人は安心していただけたらと思うんで、はい、まあ、すごい楽しみにしてね、まあ、やっぱシュタルクもね、非常にいい味出して、まあ、フェルももちろんですけどもね、はい、いい味出してたなっていうところで、めちゃくちゃ面白かったですね。まあ、視聴者さんのこの評判ものすごいいいみたいで、まあ、この感想のコメント欄もね、大絶賛の嵐になると嬉しいなと思いながら、今回の動画は以上としたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ね、見られたらどんどんね、感想なんかもコメントお待ちしてますし、またね、次回以降もね、めちゃくちゃ楽しみに僕自身見ていきますし、まあ、皆さんもね、また楽しみに、お待ちいただけたらなと思います。本当にまあ、もし見てない人いたらね、これを機にガンガン見ていただいて、またそしたらこの早々のフリー、まあ、1から4はもちろん面白い、そこからね、また新たなね、ショーっていうところの面白さ、特にやっぱ7話、この新章に入ってからのやっぱフリーレンの新たな一面、このシリアスなところとシビアなところっていうのもまた面白さだし、まあ、他にもやっぱバトルシーンもね、正直もっと増えていくところはあるんで、そこもやっぱアニメ映画かなりするなっていうのはね、圧巻の作ですでに見ててくださってますし、何よりね、我らが斎藤監督がついてるというところで、もう期待値も上げまくっていいんじゃないかとね、この上げまくったハードルが上がりまくった回を見事にこう超えてきたと、もう素晴らしいものを見せてもらったなというところで、はい、僕はもうひとまずなんかすごい嬉しかったし、斎藤監督もひとまずね、肩の荷が下りてるんじゃないかなというところでございました。はい。ということで、以上となります。引き続きね、また、感想とかも上げていきまして、ね、まあ、いろいろコンテンツも他、それ以外の動画上げていきますので、ぜひ、ね、これを機にチャンネル登録、高評価もしてくださったら嬉しいです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。